ね、で私結構あの虹色とかを歌の中に使うのが苦手 でその、ね、歌が起こった起源といいますかは虹の種という、会がありまして今度来週宮古島から人を呼ぶんですけどもそこで使える歌を作ってほしいって言われたんですね。で虹か私めっちゃ苦手ですってやろうなってみんなこうなんかこうそのものを歌うのは得意なんですけどもなんとなくその歌うの苦手なんですね。でもオーバーザレインボーね、第二次世界大戦だと子供たちの幸せ願ってそれも虹やでって言われた。なるほど。でも虹自体をどうやって表そうって言った時にこう思い出したのが読谷に住んでいる方がですね戦争が起こった時読谷から入った時よあの海が青い海が真っ黒になってた時よ真由美さんこれ分かる？全然わからないです。本当に青がなくて真っ黒になったらしいんですね。あれが戦争なんだよって言われたことを思い出して真っ黒と虹色、青と黒この対色の色というかもう何も起こらない色として黒を使おうと思いました。で、生活と戦場というのは生活と政治という、ズームで会議しているところに私が聞き間違えて生活と戦場って言うとあめっちゃいいですやん。でもう一人の人も生活と戦場って聞こえてていいやんなこれめっちゃいいや歌にしようかなって言ったら真由美さん違うって生活と政治やってって言われていやこれは歌にすると言って本当に1日ぐらいでこれ実はできました。この生活多分コロナ禍で家のことが重要なんやってすごく思ってきたのとそこにやはりこうスポット当ててぐーっとこう沖縄宮古島って言ってもう一回生活に戻してこようとこういう歌を作って、なんか嫌がらせのように15分ぐらいかかる時あるんですけどとてもしんどいあの長って言われる時もあるんですけど最近あのそのストーリーをですね歌ってその臨場感みたいなあのことを歌いたいなと思ったりしてます。で、私その先ほどいろんな国行ってたって言ったんですけどコロナ禍で行けなくなって一番行こうとしてたのが実はミャンマーでした。それがですね、私のおばあちゃんの、お兄さんが、インパール作戦で亡くなりましてで届いた当時届いた知らせっていうのが骨箱に、血のついた小枝が入ってたとで骨箱の中に開けたらあそう石が入っててこれぐらいの石が入ってたんですけども、その、ことが起こった白骨ガイドですねインパール作戦亡くなった人たちが日本兵がたくさん亡くなったことを表すそこへ行きたくて、実はベトナムは練習で行ったりしたんですね。で行こうとしてそうなってでも現地の方にねどうやって行くかちょっと聞いたんですね。そしたら空港降りてから2日2晩はもうずっと車でもう道なきところを走って行かなきませんと2日2晩と思ってそんなところまで日本兵が行ったのかと、ね、歩いてですよなそれもあの自分は車で行けるけどなんていう計画なんやと私は結構インパール作戦のこと調べててあのインパール作戦について書いてる本を結構読んだりしてます。あまりにもひどい計画あまりにもひどいもう本当に退路を断たれて日本の場合は本当に補給路を断たれたり食べるものはそこで調達しろと現地の人を襲ったりですね、食べるものも現地の人が作っているものとかを取るんですけど一つ本の中にあったのは現地の人とすごく仲良くなって歌を歌ったり物をもらったりして幸せな時を過ごしたっていうのも見ました。あそういうのもあるんやとでもそれはネットとか出てこなくてあの本当に廃盤になってる本から見ました。そのことをですね、おばあちゃんの兄弟亡くなったんだということを歌にしてたんですね。でその歌は石ころっていうんですけどあまりこうあの出番がない中だったんですけど昨年のミャンマー政変ですね2021年2月1日いきなり軍事クーデターが起こって軍事側軍の暴力的にといいますかそちら側が政権取っちゃったというところがあってですね真由美さんミャンマーのことをもっと一緒に伝えたいというのがその石ころっていう歌が元あったからミャンマーの人と知り合いになっててその政変を起こってみんな帰れなくなって今歌がまたなんか変な形ですけど吹き返してきたとそういう状況になってます。で、ミャンマーの曲ってすごくアジアのいろんなところからいいとこ取って集めてきたみたいな曲がたくさんいいのがありましてぜひ紹介しながら、
最後に私の作ったおばあちゃんのお兄さんの歌石ころを紹介したいと思います。まさか戦争に行くはずなかったかっこいい軍服写真が遺影になるなんてと大叔父は思っているだろうというのと、おばあちゃんはですね、一つすみません、毎回、毎晩、毎朝、毎昼自分が食べるものをもう一個用意してお兄ちゃんに仏壇に備えています。それ多分今日のお昼もしてたと思いますけども、それは腹減らしてたから、飢え死にしたから、苦しんだからやってあげてると言っていました。そんな歌を続けていきたいと思います。ミャンマーのカバーマーチェブ、断じて許さないという歌からレボリューション、そして石ころ。慈愛とぬくもりの人々の血が流れ、叫びと怒り、苦しみの声聞こえるか、路上は血で染まる、人々は今も近く
支援の中を独裁廃止へ戦おう。私はそれ見てほんまに号泣しました。あまりにも何も知らなすぎた自分と、毎日そこにあった戦争の傷跡を
うん、きっとね、もっとたくさんの人がその日常の中の戦争を語れたはずだけど、本当に亡くなっていかれたり聞きそびれたりしてるんだろうなと思っています。それでいて今、こんな状態でね、原発は再稼働するとかいろんなこと言うし、戦争に日本が軍事費めちゃめちゃ、ね、使っていくみたいに、今日も私党首討論見てたんですけども、なんかもう本当一般的な意見はどうのこうのって言いながら、自分らの、ね、政治やってる人たちの思い通りにしたいだけやんかって感じで思っています。